こんにちは。元気ですか。今日もお家でできる簡単トレーニングを紹介していきます。それではよろしくお願いします。では、長男スポーツ塾で取り入れている高バイという動きですね。でこの動きを行うとコアの部分が安定します。そのまままっすぐ進んでいってください。で体重を支えるために肩周りの肩甲骨や股関節も発達し、手足を交互にバランスを動かすことが大切で、手足を連動させコーディネーションが発達します。後ろそのままバックいきましょう。この高バイの動きが幼児期に少なかった子は、姿勢が悪くなったりフラフラする子、転んだ時に気をつけない子になってしまいますので、皆様このトレーニングを取り入れてください。ではこの時に、このトレーニングをする時にです、ちょっと注意点をちょっと 2,3 上げさせてもらいます。まずお尻を上げて前に進む時に膝が曲がりますので、膝はしっかり地面についてる足は伸ばすようにしましょう。今度は手と足がまっすぐにならずに、足が手の外に出る場合があります。これもトレーニングの効果が得られないので注意してください。もう一つは膝が曲がった状態に対して、かかとが地面につかずにつま先だけで歩いていく子が多いので、これもトレーニングの効果が得られないので、しっかりとかかとをつくようにしてください。注意点は以上です。みんなもチャレンジしてみてね。